こんにちは、ひろひろです。今回はポケットが2つある移動ポケットを作ってみました。100均のカットクロス2枚で作れるように作り方を工夫して作ってみました。ミニティッシュが入る大きさで作りましたが、普通のティッシュのサイズも入るようになっています。後ろはハンカチを入れるスペースにしています。後ろにハンドクリップをつけたので、ズボンやスカートの縁に挟んで使うことができます。カットクロス2枚で作れるように工夫して作り方を考えてみたので、よかったら作ってみてください。用意する材料はセリアのカットクロスが2枚とバイアステープとハンドクリップとマジックテープを準備します。カットクロスを開いていきます。カットクロスの大きさは 35cm×30cm のカットクロスを2枚使用します。こちらの生地を蓋に使用して、こちらの生地を内側の生地に使用します。内側の生地からカットしていきます。柄の向きに注意してカットしていきます。 15cm×18cm と 20cm の型紙を準備して、この型紙を生地の端に当ててカットしていきます。次に型紙を18センチのところで折って、この型紙の生地を1枚作ります。線を引いてカットしていきます。次に蓋になる生地をカットしていきます。生地を2つに折って、 15cm×18cm の生地を2枚カットしていきます。15cm×18cm の生地が3枚と 15cm×20cm の生地を1枚準備します。マジックテープをカットしていきます。マジックテープを重ねて2枚合わせた状態でカットしていきます。 2cm のところに印をつけてカットしていきます。このマジックテープを1つは表生地の中心と、1つは内側の生地を半分に折ったこの生地の中心につけていきます。生地を半分に折って生地の中心に折り目をつけておきます。折り目をつけたら生地を開いて、上から2センチのところに印をつけてマジックテープを縫い付けていきます。もう1枚の生地は生地を半分に折って、さらに半分に折って折り目をつけて中心に印をつけておきます。折り目をつけた部分を上から2センチ測ってマジックテープをつけていきます。黄色い方の生地は生地を2枚に折った状態でマジックテープを縫い付けていきます。はい、今それぞれマジックテープを縫い付けてきました。内側になる生地は2枚重ねた状態で縫っています。次にもう1枚の生地にバイアステープをつけていきます。バイアステープはクリップを留めるための紐に使うのですが、1センチ幅ぐらいのチロリアンテープや平ゴムでも代用できます。お好みの紐を使ってください。トム布で紐を作りたい場合はバイアステープと同じ大きさの生地をカットして両端を折り込んでバイアステープのように作ることもできます。
バイアステープをカットしていきます。生地の幅に合わせて適当な長さにカットします。カットしたバイアステープを縫い付けていきます。下から8センチのところに印をつけて、この紐の真ん中と端とその間5箇所を縫っていきます。はい、今紐を5箇所縫い付けてきました。15cm×20cm の生地を半分に折ります。この生地の上にマジックテープをつけた生地を重ねていきます。上を 1cm ほど開けて重ねておきます。この生地をもう一つのマジックテープをつけた生地の上に重ねていきます。この生地の上にさらに紐をつけた生地を中表に重ねて、ここに返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。周りを洗濯バサミで留めておきます。はい、今ここに返し口を開けてぐるっと一周縫ってきました。余分な紐をカットしておきます。角も落としておきます。縫ったところを切らないようにカットしておきます。返し口からひっくり返していきます。角がうまく出ない場合は目打ちを使って角を出していきます。返し口を内側に折り込んで整えて閉じていきます。返し口がうまく内側に入らない場合はアイロンを使って整えてください。返し口を閉じていきます。はい、今返し口を閉じてきました。これで完成になります。ハンドクリップをつけていきます。セリアに可愛い柄のハンドクリップがあったので3色とも買ってしまいました。